声優怪談田舎への帰省。これは数年前の夏、田舎で一人暮らしだった祖母の家に帰省した時のお話です。旦那は仕事が忙しく、娘と二人だけで行くことになりました。祖母の家はかなり山奥にあり、住んでいた都心から電車で行こうと思えば乗り換えに次ぐ乗り換え、長い待ち時間なども相まって半日以上を移動に費やしました。幼い娘を連れて大移動するのは本当に大変でした。なんとか目的の駅に到着するも、そこでまたバスが来るのを長い間待っていました。真夏の暑い中、人通りはなく、近くに売店すらありません。すると、バス停に来るまでおしゃべりしていた娘が、急に黙って、じーっと一点を見つめていることに気がつきました。さすがの長旅で疲れてしまったのだろうか、娘に声をかけました。かおりちゃん、持ってきたお菓子食べる？ううん、いらない。そっか、疲れちゃったかな。ママのお膝でねんねする？ううん、しない。娘は問いかけに答えてくれるものの、視線はずっと一点を見つめていました。娘の目線の先には、道路を挟んで、うっそうとした森が広がっているだけ。かおりちゃん、何見てるの？男の子。男の子？誰もいないよ。ううん、いるよ。でも、行っちゃった。そう言って、森の奥を指さす娘。違和感を覚えましたが、きっと眠たくてそんなことを言っているんだと思い、その時はあまり気にしませんでした。ようやく家に着くと、バスの中で眠ってしまった娘を祖母が敷いてくれた布団に寝かせ、夕食の支度を始めました。だんだんあたりは暗くなり、窓の外から少しひんやりした夜風と虫の音が聞こえてきました。不意に鍋をかき混ぜていた祖母がぽつりと、この辺も人がどんどんいなくなっちゃってね、寂しいね。ああ、いいところだけど、なかなか子供がいる家族が暮らすのは大変そうだもんね。そうだね。そういえば、覚えてるかい？あんたがかおりちゃんくらいの頃、森の中で男の子がいなくなったことがあっただろう？え？ああ、あったね。なんて名前だったかな。確か警察や村の人がどんだけ探しても結局見つからなかったんだよね。ああ、あの頃から家族連れは村を出ていくようになってね。田舎の過疎化の話は珍しくありません。だからそれとなく相槌を打って祖母の話を聞いていました。そうこうしているうちに夕食の準備も終わり、寝ている娘を起こそうと部屋へ向かいました。障子をそっと開けると、寝ていると思っていた娘は暗い部屋の中で布団から起き上がり、月明かりで照らされた窓の外をじっと見つめていました。最初は寝ぼけているのかと思いましたが、瞬間、私の体を真夏とは思えないヒヤッとした空気が通り抜けたように感じました。鳥肌が立ち、なぜか不安に駆られた私は衝動的に娘を後ろからキュッと抱きしめました。娘は
ゆっくり私の方を見て。ママ、どうしたの？ふんふん、なんでもないよ。かおりちゃん、ご飯食べよっか。うん、お腹減った。いつもと変わらない娘を見て、私はこの時感じた違和感を振り払うように忘れようとしました。次の日からは自然に囲まれ、娘と祖母と一緒に楽しい夏休みを過ごしました。ですが、一つだけ気がかりなことがありました。やはり娘は静かにじっと一点を見つめていることがたびたびありました。それは私が娘から少し目を離した時が多かったように思います。声をかければ娘は反応してくれます。でも私は次第に外に出る時は娘と極力手をつないでいるようになりました。つないでいないと。なぜかそう強く思ったのです。滞在期間も終わり、自宅へ帰る準備を終えて娘を呼びに行くと、やはり窓の外をじっと見つめていました。かおりちゃん、帰るよ。やだ。かおりちゃん、また来年も来ようね。今度はパパも一緒に。なだめるようにそう言っていると、娘は突然泣き出してしまいました。やだ、やだよ。みんなここにいて、ずっとここにいて。繰り返しそう言って泣き止まない娘。このままでは帰りのバスに乗るのも無理だと思い、娘が泣き疲れて眠った隙に祖母と仲がいいご近所さんの車に乗せてもらえることになりました。娘を抱えて後部座席へ乗り込むと、運転席に座ったおじさんはバックミラーでこちらを見ながら、よかったら前も使っていいからね。え？あ、はい、ありがとうございます。おじさんは後ろを振り向くと驚いたように、あれ？息子さんもいるのかと思ったよ。ごめんね、変なこと言って。また冷たい空気が背筋を這うような感覚がしました。ぎゅっと娘を抱きしめたまま駅に着き車を降りると、娘も目を覚ましました。そして来た時と同じように森を見つめて、バイバイ、トールくん。その名前を聞いた時に思い出しました。それは私が子供の頃、森で行方不明になった男の子の名前だと。私はたまらず娘の手を引いてその場を後にしました。それからは娘が一点をじっと見つめることもなくなり、安心しました。娘の見ていた何かが本当にあの少年だったのか、それとも別の何かだったのか。その一年後、祖母は足を悪くしてあの家を手放し、娘夫婦の元へ引っ越したので、もう私たちがあの場所に行くことは二度とないでしょう。声優怪談、音のする物件。これは私が新入社員として働き始め、一人暮らしを始めた時の話です。東京郊外の 1DK で、駅からも徒歩10分程度で、
安価であったため、これから念願の社会人ということでワクワクしていました。そんな希望を持っていたものの、美容関係の仕事をしていた私は休日も少なく、毎日のように夜の帰宅で心落ち着く暇のない生活を送っていました。そんな日々が少しずつ落ち着きを見せた頃、ふとしたことに気がつきました。不定期に夜中になると、キーキーと物が擦れる音が玄関の方からするのです。初めの頃は家の外から聞こえているのかなと思っていたのですが、ある日、その音は明らかに玄関からする音なんだと思ったんです。夜中に女一人で玄関に近づくのは怖いもので、翌朝、昼間になって玄関の様子を改めて見てみると、何もおかしなものは見当たりませんでした。ふと天井を見上げると、そこには何か修繕の跡が残っており、黒く四角く腐敗しているように見える何かがありました。椅子を使ってその跡に触れてみると、どことなく接着剤のようなベタッとした感覚。そしてそれをよく見ると、釘で打ち付けた跡が残っていました。それからも違和感を感じながら、どこかすっきりしない状態のまま生活を送っていると、またキーキーと音がするのです。その音は明らかに以前より大きくなっていて、玄関からする音であることを明白に感じました。私は恐怖を感じつつ、頭の中で疑問も感じていました。それは、この物件が不動産屋さんに住むことを言う前に、事故物件ではないという言葉をはっきりと聞いていたからです。別に心霊オカルトといった類を信じるタイプではなかったのですが、私の中でこの世の中には説明のできないものがあるんだと思い始めました。そして私はあることに気づきました。夜中に聞こえるキーキーという音が決まって金曜の夜2時頃にしていることを。今回の事態と仕事が相まって疲労とストレスが溜まっていた私は、ある日ゴミ捨てで外に出た時、見ず知らずの男性に突然話しかけられました。長身で色白の20代半ばと見える男性は、何か怯えた様子で、もしかして、この家の204号室に住んでいませんか?と、話しかけてきたのです。そうですけど。私は反射的に答えました。私の住む部屋の番号は204号室だったからです。その男性は何か分かった様子で、早くこの家は出た方がいい。あの家は事故物件です。というのです。動揺する私に、その男性は丁寧に説明をしてくれました。204号室に以前住んでいたというその男性。
その男性が住む前に、50代の独身女性がひっそりと暮らしていたとのこと。重い病気に悩まされていたらしく、仕事もできず、昼夜問わず病気に苦しみ、もだえた声が響き渡っていたとのこと。その女性は近隣住民からは白い目で見られていたそうです。ところがある日、騒音はパタリとなくなります。平穏を取り戻したと喜んでいた住民。しかし、それに違和感を感じた住民が管理人を呼んで中を見ると、天井のヘリを使って玄関で首を吊った女性が亡くなっていたのです。私に話しかけてきた男性は、安価な物件であることをいいことに、事故物件を承知した上でそこに住み始めたそうです。住み始めてから1ヶ月経った頃から、金曜日の夜になると、玄関で天井がきしむ音に気づき、日に日に増してくるその音に違和感を感じながらも、その部屋に住み続けていたそうです。そしてある晩、男性が恐る恐る玄関を覗いたとき、明らかに首を吊った女性が自分を見つめているのに気づいたんだそうです。暗がりでも男性はその女性が自分を見つめていると感じて、その恐怖に耐えられず、翌日、引っ越しを決めたということでした。その話を聞いた私もまた、真っ先にこの家を出ることを決めました。不動産屋さんに引っ越しを説明した際、明らかに都合が悪そうな顔をしていたのを忘れません。事故物件とは、事故があった次の住民には、その事実を公表しなければいけない義務があります。しかし、それ以降その家に住もうとする人に対しては、事故があったという事実は、公表しなくてもいいのです。天井にあった黒い跡が、首吊りで縄をくくったヘリがあった場所なんだと思うと、今でも恐怖が止まりません。私が首を吊った女性を目にすることなく、家を出ることができたのは、不幸中の幸いなのかもしれません。しかし、それから私は、どの家に住んでいても、金曜日の夜になると、なぜだか玄関から、キー、キーと、物が擦れる音が聞こえてくるのです。声優階段、目的地のないドライブ。これは私が大学生の時の話です。もともと東京に住んでいたのですが、志望校を落ちて地方の大学に通っていました。現地で彼氏もでき、とても楽しい学園生活を送っていた時、彼氏と一緒にドライブへ出かけることになりました。地元だということをいいことに、真夜中でも気まぐれにドライブをする人でした。目標を決めない彼は決まって、夜中は道も空いてるし、どこに行っても人がいないから、昼間のドライブより全然いいじゃん、と私に言ってきます。
夜中の10時頃、その日も彼は何も言わず、ドライブしようぜと言い、私も当たり前のように助手席に乗りました。確かに彼が言っていることは間違ってはおらず、偶然到着する人気のない海岸沿いの展望台、山奥で見る満天の星空。私も若いせいか、何かロマンティックなものを感じていました。その日も彼はナビをつけることもなく、思うがままに運転していました。ふと遠くに見えた大きな山。そこの頂上を目指そうと彼は言い、自然と山道に入っていきました。あたりは暗く、彼がふざけて車のライトを消すと、そこは色一つない、完全なる漆黒でした。村や家といった人が生活した気配は全くありません。次第に流れていたラジオの音声も乱れ、聞き取れなくなっていました。気づけば時間は夜の2時になっていました。すると何もない山道を抜けた先に、いきなり宿という看板が見えました。明らかに年季のかかった看板。長いドライブもあってか、彼は興味深そうに看板の前で車を止めました。腐敗した様子が目立つ、見るからに古びた木造の外観。あたりの草木も処理されることはなく伸びていて、手押しポンプ式の井戸が、その場所の歴史を物語っていました。私と彼は、閉まった入り口に近づく。彼は閉まった入り口のドアを開ける。ギギギギ。ドアと地面が擦れて、無造作な音を立てた。彼は構わず宿の中に向かって、すいません、と声をかけます。こんな宿が営業しているわけがないと彼は分かった上で、どこかふざけた様子でした。普段見ない光景に不思議さを感じつつ、私はその宿の端の窓際に目をやりました。するとそこに、明らかに人の姿をした影が、じーっと私を見つめるようにいるのです。その影は、じーっと私の方を向いていて、ゆっくりと右手を上げて、手を振ったのです。そして、その影は、部屋の中に入っていきました。私は声を荒げることもなく、内側からじわじわと恐怖を感じていました。今までにない感覚。私の中であれは、人間ではない、幽霊なんだと、なぜか確信していました。ああ！宿の中から彼の悲鳴が聞こえたんです。彼は慌てた様子で、誰かに触られた、誰かに触られた、と言うんです。慌てて車に戻った私たちは、すぐに車のエンジンをかけ、来た道を戻っていきます。宿を離れれば解決すると私は思っていたのですが、私の心は、不安が募るばかり。なぜなら、助手席の窓の方に、ずーっと私を見つめる視線のようなものを感じるからです。見ちゃダメだ！見ちゃダメだ！私は両手をぎゅっと握りしめて、動揺しないようにしていました。それでも冷や汗が止まらず、心臓の鼓動も高まるばかり。キーッと停止する車。え？なんで止めるの？そう思いながら恐る恐る彼を見つめると、彼はどこか落ち着いた様子で、逃げ切ったというような表情をしていました。ずっと下を向いていた私は、その落ち着きを取り戻した彼を見たことで安心し、あたりを見回すと、そこには誰もおらず、助かった、と、
そう感じました。それから運転を再開した彼は、行きの様子とは打って変わって、何も喋らず、延々と地元に向かっていました。山道を抜けて、家が点々と見えてきて、少しずつ朝日が出てきた頃、彼は何も言わず、コンビニに車を止め、私は食べ物を買いに向かいました。言いようのない精神疲労のせいか、ビニール袋が溢れるほどの食事を購入し、車に戻ると、誰か、人が手でつけたかのような、泥の跡が、ビタビタビタとあったんです。それ以来、夜のドライブは控え、ドライブデートは昼間だけすることになりました。別に約束をしたわけでもなく、自然と彼と私の中で呼吸があったんだと思います。皆さん、目的地のないドライブは決してしないでくださいね。